が飛んできた。黒、あ、行っちゃった。同志会社インチプレスト社長の森野浩太容疑者ら8人は、嘘の投資話で30代の男性5人からおよそ5700万円を騙し取った疑いが持たれています。森野容疑者らは全国およそ3300人から200万なんで紅茶が怒んねん。もうターくんが動きたい。こんにちはみんな、僕ターくんです。今日はお姉ちゃんのお膝の上でリラックスモードです。みんなもいい日を過ごしてね。イエーイ。ぐるぐるぐる。新曲踊って、新曲、新曲？あわてんぼうのサンタクロースクリスマス。じゃあもういくつ目だろう。もう一人だよ。やっぱあれだね。